おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1997です。はい。今回紹介するのはですね、前回組み立て、こちらですね。ボディーパーツと両腕、手首パーツ。こちらの方で組み立てをやっていきましたけど、今回はね、その続きとなります。残りの腰パーツ、脚部、頭部パーツと、それに武器とシールドというふうにありますので、今回はそちらの方の組み立てをやっていきたいと思います。まずはですね、説明書の順番的には腰パーツを作って脚部って流れていくんですけど、腰パーツはね、そんなにパーツ数が多くありませんので、まずはこちらですね、この辺に腰のパーツを用意して、こちら側にね、脚部パーツというふうに、二つのブロックのパーツですね、そちらをちょっと用意してしまいたいと思いますので、ささっとね、段取りしてしまいたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。ここの部分が腰のパーツ。それ以外は全部片足分の脚部パーツというふうになっております。非常にパーツ数が多いですね。はい。ということでですね、早速作っていきたいと思いますけど、まずはですね、腰のパーツ作っていきたいと思いますけど、ベースとなるのがこちらですね。こちらのパーツにまずポリキャップですね。これをここにグイッとしっかりと奥まで差し込んで、こいつをまず取り付けますよと、スポッと入れてあげます。で、これが準備できましたら、ここの穴ですね。ここの部分に対して、まずこちらのパーツをつけると。で、その時に、これがですね、こういう向きになりますと。ポリキャップの反対側にこの平らな面が来るようにつけてあげて、反対側のパーツでしっかりと閉じてあげると。はい。で、これが準備できましたら、これをくるっと回すんですね。で、回したらこちらの両サイドにある突起ですね。ここに対してこの黒いパーツ、こちらをここに入れると。で、これができましたら反対側で閉じる前に、こちらのパネルパーツですね。これをここに設けます。で、さらにこいつで閉じてあげるという形になっております。はい。こんな感じでつけました。そしたらですね、このパネルパーツをグッと起こしてあげて、この形にしたら、ここの部分ですね。こちらに対して、この軸パーツを、これを入れてあげると。で、ブスッとね、しっかりと入れてあげますよと。はい。で、これが入れ終わりましたら、取り付けたこちらの部分ですね。ここのパーツ。ここに対して、こいつを入れますよと。で、形状合わせで入れますんで、まあ普通に差し込めば OK です。こんな感じ。で、あとここのところに、こちらね、線がいっぱい入ってるやつ。こいつをブスッとしっかりと奥まで差し込んであげる。で、あともう一個のパーツですね。こちらのパーツを使ってロックしますと。はい。で、その時隙間ですね。こういうのがちょっと生まれやすいので、グイグイとね、動かしながら隙間ができないようにしっかりと入れてあげると、これで腰パーツの方が出来上がったというふうになります。はい。で、このままね、引き続き脚部パーツいきたいと思いますけど、脚部パーツ。まずこちらのパーツの中ですね。ここのところに対して、こちらのパーツを入れると。で、その時に内部ですね。こちらの下のくぼみのところに対して、このクリアパーツを入れると。で、これですね、ちょっとわかりづらいんですけど、ここの部分がですね、ちょっと長いんですね。で、反対側がないので、この長いやつがこっちのね、内側のところにズボッとはまるようになっておりますんで、これを考えてしっかりと入れてあげて、奥までグッと入れてあげると。そうするとここの部分がね、辛い位置になって平らになってくれますんで、この状態になりましたら、こいつを形状合わせて、ここに対して、このような感じで入れてあげると。で、これがね、配置完了しましたら、こういう風に稼働するんですけど、これを閉じるようにこちらのパネルパーツを使ってロックさせます。で、これですね、奥まで入れるのが実はかなりやりづらくてですね、この、特に上ですね、ちょうどこの上の部分が非常にやりにくいので、事前にですね、軸をちょっと斜めにカットしたりとかしてね、入れやすくしておいた方がいいかもしれないですね。まあ一応こんな感じで、無理やりですけど入れましたと。で、一応こんな感じで稼働するっていうのを確認しておきまして、このパーツが準備できたと。で、これが準備できましたら、一旦避けておきまして、次のパーツを作ります。次は足首ですね。こちらのパーツを、底の部分となるこいつのところにこうやってくっつけてあげまして、で、こちらのつま先パーツをここに設けますと。で、この時に隙間がね、できないようにしっかりとグッと入れてあげて、このパーツを作ると。で、今度こちらのパーツが準備できましたら、膝とかね、すねとか、そちらのパーツを作っていきますよと。で、まずこちらが関節ですね。こちらのパーツの下ですね。上のこの R の大きい方ではなく、こっちのちょっとキュッとね、ちっちゃくなってる、こちらに対してこちらのね、関節パーツを、まずは入れますよと。はい。で、これを入れてしっかりと閉じてあげて、このパーツを作りましたと。で、これが準備できましたら、今度上になる部分のパーツを用意します。まず、こちらのパーツですね。こちらのパーツの、ここ、肉抜きになっておりますんでね。ここに対して、こちらのね、フィン状のパーツを、グッとしっかりと入れてあげると。はい。で、これが準備できましたら、ここにね、六角形のやつが3つありますけど、これのうちの、ここですね。ちょうど真ん中のやつ。ここに対して、こちらのパーツを、こういう風にね、
下向きになるようにスッと入れてあげます。そしてここの反対側に対してこのパーツがここにブスッとはまりまして、先ほど作っておいたこちらのパーツをここに入れてあげると、はい、これで2つのパーツが連結されました。そしたらですね、こちらのパーツを使ってさらに取り付けますけど、内側のここの六角形のところに対してこちらの軸パーツをブスッと入れておきます。であとは先ほどとね似たような感じでこういう風に入れていきます。こちらの部分には合いませんので、このピンを狙ってこいつをね差し込む。でさらにこちらの後ろのところの六角形に対して刺さりますんで、ちょっとですね形状としてはかなり特殊にはなりますけど、あ、ここじゃない、こっちですね。ここに入れる予定だったんですけど、これ逆ですね。これこっち側から入れなきゃダメですね。こっち側から入れてあげて、こいつをこう入れなきゃダメですね。うん。そうするとこういう風にしっかりとつけることができましたと。でこれが準備できましたら、今度ここの部分に対してこちらのねカバーパーツをこういう風に入れますよと。で前面のここに対してこいつにまずこいつを組み付けます。でこれができたらこういう風に入れますよと。これ上下ですね、間違えるとはまりませんので、一応形状合わせでいけばね問題なくつけることができますよと。はい、以上こんな感じでここのパーツが準備できたと。でこれができましたらこいつを一回下げます。で下げたらここに対して作っておいたこちらのパーツですね、これがスッとはまってくっつく前にワンパーツ抜けてますね。ここにこいつを入れなきゃダメでしたと。こういう風に入れましたと。でこれが準備できたらここにこいつをブスッと差し込んで、この形を作ったらこいつを起こすと。はい、こういう風にする必要性があります。でさらにここの部分に対して作っておきました足首パーツですね、こいつをここに差し込んであげてこの形を作ると。そして今起こしたここの部分に対してこのパーツがこういう風にはまりますよと。もう一個ずれてましたね、ここに入ります。で入れるときに前面ですね、ここのところに対してこちらのクリアパーツがこうやってはまります。で反対側から閉じるんですけど、これですねちょっとピンの位置がずれてしまうとうまくはまりませんので、これ裏側からですね何かしら細い棒とかね、まあ、例えばカッターの刃とかを使ったりとかしてもいいんですけど、ちょっと上方向にグッと押し込みながらはめ込むと。そうしてあげないとですね、こちら真ん中からバキッていくぐらいね入れづらいので、そこだけちょっと注意ポイントかなと思います。はい、一応サポートしながらやるとこんな感じでねしっかりと入れることができましたと。一応こんな感じの向きなのかな、はい、こういう風につけます。でこれができましたら一旦避けておきまして、次にタイヤですね、それをつけていきたいと思います。タイヤに関しましてはこちらのねホイール部分、これに対してこちらのゴムのタイヤを入れます。で一応説明書の方ではこういう向きですね、こういう向きにしてあげて、あとこちらのタイヤのパターンですね、これが決まっておりますので、こういう風に一応両方ですね側面に入っているタイヤのパターンが斜め上に上がるような感じで持ちます。でそれをこの状態でブスッと差し込んであげて、あとはひねりますと。でひねった結果こういう風にねタイヤはめることができますけど、このホイールですね、こちらの部分に対してここのパターンの一番ちょっと太い部分ですね、これが側面になるようにこういう風に配置してあげます。そしたらですねこちらのパーツをこれの中に仕込んであげると。でこれを止めるようにこちらのねピンを使ってしっかりと差し込んで、この形を作りましたらこちらのパーツを取り付けますと。はい、でこの状態でね一応タイヤが回ることだけ確認しておくと。まあ多分ねゴムタイヤなんで、これが擦ってたりとかするとねうまく回りませんけど、まあ、一応こういう風に回転することだけは確認しておきます。でこれができましたら今度こちらですね、六角ピンのところに対してこいつをね取り付けます。その時にこういう風にね六角なので、仮にねこういう風に入れた状態でここでひねることはできませんので、入れる時にはちゃんと説明書ですね、それのイラストをしっかりと確認しながらこういう風に入れてあげると。でこれが準備できましたらこちらの丸穴、ここにこいつですね、側面にあるピンをここに差し込んであげると。でこの状態でこういう風にちょっと上がってるのが正しいと思いますんでね、まあこんな感じで配置してあげると。でこのパーツが一体化させることができましたら、今度ここですね、こちらに対してパーツをつけていきます。まずはここに対して接続用のこの軸ですね、これをまずこっち側に設けます。これがですね非常にやりづらいので、一応力かけながらになりますけどね、怪我しないように注意しながら入れてあげると。で奥までしっかりと入れてあげるんですけど、非常に硬いです。まあとりあえず硬いからといって無理やりやるとねバキッて割ってしまう可能性がありますんで、ここに関しましてはシリコンスプレーね流し込んだりとかした方がいいと思います。であとはこちらですね、このパーツを使って渋いと感じるんだったらね、一旦ここで軽くこうやって動かしてあげて押し込んであげると一応最後まで入ってくれます。はい、でこのパーツをブスッと最後まで入れてあげてこの形を作る。こちらの内部ですね、
ここの部分の前面、こっち側のところに対して、このパーツをこちらにね、差し込んで取り付ける。こっちに対して、こちらのパーツですね。これをここに差し込んで、くっつけてあげると。はい。こういう風につけてあげました。これができましたら、反対側ですね。こちらのパーツの同じような部分に対して、この細い軸ですね。まあ、ここに刺さるんですけど、これをですね、全部入れてしまうと、反対側に抜けてしまう可能性がありますんで、まあ、だいたい半差しぐらい。こんな感じにしておきます。で、あと、ここにね、取り付けるポリキャップ。それを用意してあげて、ここに配置してあげる。そして、こいつをここに差し込んで、しっかりと固定すると。その時に、グッと入れたらですね、こちらの部分の六角だったりとか、後ろの部分のこいつだったりとか、ポリキャップが遊んだりとかするので、その辺の部分をね、注意しながらしっかりと入れてあげると。で、刺さりが甘いと、こんな感じでね、突き抜けてきますんで、反対側から押し込んでね、辛い位置になるようにしてあげると。はい。こんな感じにすると、まあ一応太もも部分というかね、こちらができたと。で、これができましたら今度前面パネルとしまして、こいつの内側にこいつを設けますよと。で、これが準備できたらここに差し込んであげて、これが前面側のアーマーですね。こういう風に出来上がると。で、あとこいつを起こしてあげて、だいたいこんな感じで脚部パーツの一部分が出来上がったと。で、あとはここですね。股関節パーツとしまして、こちらのパーツの内部。ここにこいつを仕込み、反対側から閉じますよと。グッとね。で、これができたら、先ほどね、仕込んだポリキャップの部分にこいつを差し込んであげると、これでですね、本体の方への接続がだいたいできる。大元の形が出来上がりましたと。ただですね、これで完成ではなく、今度、この辺りから伸びるアームパーツみたいな感じで、手前に置いてあるこちらをね、作っていく必要性があります。まずはですね、こちらのリングパーツ。このパーツ2つを重ね合わせてあげまして、真ん中のところにこいつをつけると。で、こいつですね、穴開いてないやつが外側になります。反対側から、こいつをくっつけてあげて、こういう風につけてあげると、これで一応ホイールが出来上がった。で、先ほどと同様に、今度こちらですね、ホイールを自分に向けたらまたタイヤを持ちます。で、パターンがですね、また同じような感じで、こういう風に説明書のやつを確認しながら、こういう風に持ってあげて、今度はね、先ほどホイール側に太い線ってなってましたけど、今度は細い線がね、2つあるやつを、こういう風に向けてあげて、差し込んで、ここにブスリと入れてあげる。そして、ひねりますよと。ただ最終的には先ほどと同様の感じで、ホイールのね、向かってる側っていうか、ホイール側に対して、こちらね、太いパターン。これがね、いきますんで、一応説明書を確認しながらの方がいいと思います。はい。一応こんな感じでつけてあげるとタイヤができたと。そしたら一旦これを避けておきまして、こちらの丸いやつですね。これの内部のところに、こちらのシリンダーパーツを入れますよと。で、こういう向きですね。この突起が下になるように持ってあげて、こいつをここに差し込む。シリンダーに関しましては細いやつがこっち側ですね。この丸くなってる方になります。で、こいつを差し込んで一体化させて、この形を作ると。で、これが準備できましたら、そこのこのピンのところに対してこいつがはまります。で、次にここにこいつらが入ってきますよと。で、下方向に膨らみが来るよと。こういう感じですね。丸いのが上になって平らな面が下という感じで、こういう風に配置してあげる。そして、こちらのパーツで押さえてあげますよと。そしてこちらの黒いパーツとこいつを2つ重ねてあげて1つのパーツにする。そしてこのグレーのやつが下向くようにしてこう向けてあげて、ここの太穴ですね、ここに対して接続ピンをとりあえずこっち側ですね、ここにこいつを配置してあげて、こいつをこういう向きでつけると。はい。で、こっち側に対しては六角ですね、このピンをここにブスッと差し込んであげて、ここに対してタイヤですね、これがはまります。で、もう一個あるこちらのピンが、今度ここですね。太もものここに対してこいつが刺さってきまして、こいつをブスッと差し込むと。はい。そうするとこんな感じで仕上がると。あとはこの辺のね、アームの角度とかに関しましては説明書とかね、箱の写真とかを参考につけてあげて、こんな感じで作ってあげると、これで脚部パーツですね。右足ができたという形になりますので、左足ですね、ささっと作ってしまいたいと思います。はい。左足の方も出来上がりました。これで両足揃いましたので、あとはですね、残りの頭部パーツ。それと武器関係ですね。そちらの方ちょっと作っていきたいと思いますんで、ささっとね、段取りしてしまいたいと思います。はい。パーツの方準備できました。こちらが頭部パーツ。ここにシールド、そしてライフルという風に用意してあります。はい。ではですね、早速頭部の方から作っていきたいと思いますけど、まず頭部ですね。こちらの側面の非常にちっちゃいんですけどね、ここですね。ここに対して、このちっこいパーツをですね、配置しなきゃいけませんよと。で、これ今仮に入れてみますが、
これですね、差し込みの軸の位置とかも決まっておりますので、それを把握しながらここにねとりあえず配置してあげますよと。でこれが準備できましたら、後ろ側ですね、ここに対してこのグレーっぽいやつがここにはまります。で側面にねモールドが出るような感じになりますんで、それを把握しながらここのところにグッと差し込みますよと。はい、一応こんな感じでこのパーツができましたと。そしたらですね、内部のところにポリキャップですね、これをこういう風に設けますよと。でこれ設けるんですけど、これ動かすときにね後ろのパーツが動いたりとかするので、これはですねちょっと注意ポイントかな。はい、一応こんな感じで入れてあげます。であと反対側ですね、こっち側に対してもこの非常にちっこいパーツをここのところに入れますよと。で今現在ですねちょっと外れそうなんですけど、多分最終的にねフェイス部分で押さえられると思いますんで、多分大丈夫だと思いますけどね、外れるのが気になる方はもう接着しておいた方がいいと思います。でこれが準備できたら、先ほどと同様にこちらをねグレーパーツをここのところに入れ込んであげて、ここのパーツを作ると。でこのパーツがねとりあえず段取りできましたら、一旦これは置いておきます。で置きまして、今度フェイス部分ですね、こちらのクリアパーツに対してマスクパーツ、これをここのところにブスッと差し込んでいきますよと。でぐさっと差し込みますが、この時にですね折らないように注意しながらこうやって入れてあげます。はい、でこれができた。でさらにアンテナとなるこちらのパーツですね、このパーツの内部のところにこれをね差し込んであげまして、こういう風に作ると。でこれでねパーツの方段取りできましたので、まずこちらのところに対して用意しておきましたフェイスパーツがここにはまりますよと。でこれがしっかりとね内側のところにブスッとはまってくれると、こんな感じです。でこれができたら、上のここのところにアンテナみたいなこいつをつけますが、こっちがですねこういう風につけてあげると。でこれができたら、こちらのパーツを使って挟み込みます。でこの時にフェイスパーツ以外にポリキャップですね、これも押さえなきゃいけませんので、ちょっと注意が必要かな。でグッとしっかりと入れてあげてね、隙間ができないように作ってあげる、こんな感じで。これができましたら、こちらの枠パーツを下のところにこうやって入れてあげる。でその時に向きが決まっておりますので、それを把握しながらここにブスッとね差し込んであげるよと。はい、一応こんな感じで、あと後ろのこのパーツを使って最終的にロックをかけますよと。はい、こうですね。でこのパーツができましたので、一応これでね問題ないと思います。サイドのこのパーツもね、この顎パーツというかこれで押さえられたんで抜けてこないと思いますけど、ちょっと不安があるね残る方はその辺もちょっと注意して組んだ方がいいと思います。接着できる部分は接着してしまうという風にした方がいいと思います。はい、一応このパーツで頭部パーツができましたので、武器ですねいきたいと思います。まずこちら、これシールドですね、シールドのここのところに対してクリアパーツ、こいつを入れます。入れるときに力のかけ方によってここからパキッといっちゃうんでね、ちょっと注意しながら入れてあげる。でこれをくるっと回した内側、ここのところに対してグレーのこのパーツをここにしっかりと入れてあげる。そして側面のここに対してこのちょっと細いやつですね、これがここに対してはまります。反対も同様にはまります。なのでここね、今のところちょっと変形させた状態見てないんでわかんないんですけど、これですね気になる方はもう接着してしまってもいいかなと思います。でこれができましたら、ここに対してこのパーツを入れると。で一応ですね肉抜き、まあ、両方にありますけど、説明書のイラストですね、それを一応参考にしながらこれをここに差し込んであげると。はい、これがですねシールドをマウントさせるためのグリップパーツというかね、こういうようなアームパーツになります。はい、そして最後にライフルですね、ライフルに関しましてはこのパーツ2つを組み合わせてあげて、前面のここに対してこちらですね銃口パーツをつけますよと。で向きがとりあえず決まってるっていうかね、差し込み向きがありますんで、それを注意しながら入れてあげて、このパーツ2つこれを重ねてあげますよと。これがマガジンですね、マガジンをこうやって作ってあげて、こっち斜めにカットになっている部分がですね銃口側になるようになっておりますんで、それを確認してブスッと差し込んであげると。はい、これでライフルになりましたということで、これでですね今回って言いますか、こちらのねバルクアームグランツの組み立ての方は全部完了というふうになります。なので今回組み立てたまず頭部パーツ、それ以外に脚部パーツ、そして腰のパーツですね、これが今回組み立てた部分となります。そして前回組み立てたのがこちら両腕とボディーパーツというふうになっておりますので、あとそれ以外に手首パーツがありますけど、これで全てのパーツの段取りができたということで、今回はですねこちらのパーツ全部組み合わせて、一応バルクアームグランツ本体ですね、そちらの方を一応立つ状態までしておしまいにしたいと思います。こちら腰パーツですね、こちらの部分、こっちのねつるんとした方ではなく、この
グレーのやつが前面になるように持ちまして、これを差し込みます。で差し込んで反対側もね同じように差し込んであげますよと。でこれ差し込むときにですね、根元のこの軸部分がスポンと抜けてしまう可能性もありますけどね、まあ、一応こんな感じでしっかりと奥まで差し込んであげますよと。はい。でこれが準備できましたら、こちらのボディーパーツのこれですね、ここの部分に対して腕パーツを差し込みます。その時にですね、こちら腕パーツの内側を見ると分かるんですけど、ここに六角が2つあります。こちらのね、肩アーマーのすぐ近くの方を差し込んでしまうと、一応ね、はまりはするんですけど、分かりますかね、半差しぐらいの感じなんですね。なので一番奥まで入りませんので、一番下の奥までね、貫通してるやつをここに差し込んであげて、こういう風に取り付けてあげますよと。はい。で、反対も同様に、ここにこうやって差し込んであげると。これでですね、腕の方は取り付け完了しましたので、あとここに対して頭部パーツですね。これをブスッと差し込んであげると。はい。これで上半身が出来上がったので、あとはここに対して下半身をね、ブスッと差し込むと。で、こちら丸軸ではなくね、六角です。こっちの受け側も六角になっておりますんで、これ位置がね、合わないと、まず最初のうちにちょっと斜めに入るような感じですね。それで最終的にひねって調整するみたいな、そんな感じとなっております。はい。これでバルクアームグランツの方が全て完了という感じですね。はい。まあいい感じかな。とりあえず武器とかに関しましては次回やりますけど、とりあえずこの状態でバルクアームグランツが完成しましたので、次回こちらの可動範囲、武器の取り付け、それからね、可変機構がありますので可変もさせていきたいと思います。そして前々回紹介したね、ガバナーの方をね、乗せることができますんで、そちらの方をちょっとやっていきたいと思います。はい。まあなかなかね、いいボリューム感あったんじゃないかなと思います。実際ちょっとね、動かしてみないと何とも言えないところなんですけど、各所ですね、六角で繋がってる部分が、動かしてる時に引っこ抜けて崩れたりとかする可能性があるんで、変形に支障ないところは接着した方がいいんじゃないかなって思う部分がね、ちょっとありそうなんで、その部分に関しましてはちょっと次回お話ししていきたいと思っております。はい。ということで今回ですね、ヘキサギアのバルクアームグランツ、こちらの方の前回からの引き続きの組み立てですね、腰パーツ、脚部、武器、頭部パーツ、こちらの方で、ね、組み立てをやって最終的にこちらで立った状態まで組んでいったという感じになっております。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。